日本東京都西多摩国ひばる村、カズマカズマとは東京都西多摩国ひばる村の地名。郵便番号は1900221。南秋川沿いには断続的に狭い斜面に小さな集落があるが、カズマはその南秋川沿いの集落でも最も上流にある集落であり、ひばる村内では最も奥に位置する。 村役場がある日原村上元里から都道33号、上野原明きるの線を西へ行き、日原村上川城からは、都道206号、川の上川城線を西へ向かった位置にある。日原村へのアクセスの起点である五日市から約 25km、元宿からは約 18km のあたりにある。日原街道は、南秋川沿いを通り、日原村元宿で、 南秋川が北秋川と合流した後の秋川沿いを通っている。少し、ひばる街道を登ると、一級河川が秋川上流端、玉川合流点まで33、57キロメートルと書いてある木製の標識が立っている。ひばる街道はカ間からさらに登り、標高約800メートルのところに、かつての奥多摩有料道路の出入り口であった、料金所跡がある。 1990年4月1日に無料化し、奥多摩周遊道路となった。カズマの中でも、南秋川の下流側が、カズマ下、南秋川の上流側がスーバ城である。2017年1月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。武蔵五日市駅との間に、西東京バスが運行している。終点のバス停である、和ズバス停があり。 カズマ武蔵五日市駅間は片道940円。片道約1時間。平日は1日に片道10本、土日祝日には1日に片道数本が運行している。土日祝日や季節休み、ゴールデンウィーク中などには、カズマからさらに先の奥多摩周遊道路途中の都民の森まで延長され、カズマ都民の森区間は無料で運行される。 ありがとうございます。